日付が分かりました。本日5月1日になりました。オカルト引きやっていく。友達がいっぱい増えるような気がする。さあではお知らせ見ていきたいと思います。Y ポイントセールが来ております。そしてゴールデンウィークキャンペーンが来ております。そして目指せトリプルゼータコイン、育てるコインが販売と。そして、サンデーコラボ第6弾という形。あとは俺の友達紹介キャンペーンですね。ワクワクボックスキャンペーンはこれは、元気ドリンクがもらえるやつですね。はい、ということで、サンデーコラボ見ていきたいと思います。なんかいろいろと来てますね。はい、これはもうすでに情報がある形で、そしておはじきという形。早乙女玄馬、これパンダですね、ランマのお父さんでございます。そして、強敵がたまに高木刑事ってことですかね。おはじきバトル、活躍度大は天童茜、佐藤美和子、活躍度中は覚醒の三橋隆で、おはじきバトルの高木刑事にはシャンプーとトリプルフェイスのアムロトール。あれ、シャンプーが活躍度大で活躍度中がトリプルフェイス、マジっすか。で、早乙女玄馬が中と、なんかちょっといつもと違いますね。で、裏マップには松田陣平が出てきて、特殊能力持ちで倒しましょうという形で、倒すには響き涼河とトリプルフェイスのアムロトールと、高木刑事が必要ですよと。で、封印キャラですね。はい、で、松田さんにはトリプルフェイスが必要と。で、キャラクター、あ、高木刑事を持っていると、だから結局このサンデーコラボのキャラクターを持っていないとちょっと倒しにくいという感じなんですかね。了解でございます。で、響きも必要という感じですね。で、これはどこだ、松田陣平の他にもいるよと。で、伊藤に戦うには三橋が必要と。へえ。で、犯人もいると。で、そこには佐藤とで、早乙女ランマには響きと茜と。なるほどね。はい、で、Y ポイントアップは松田で、魔天空泣きボーイね、にゃんぼキャラですね。で、江戸川コナン、イベントマップには、大活躍という感じでございます。で、アイコンがいっぱいありますね。今回ドリームマッチがあるのでアイコンもゲットできるようです。はい、スペシャルアイコンあるのかな。あと10連少年サンデーコインもあります。これもなかなかいいですね。ちょっとこれ見ていいですかね。あー、お、ナイスオカスパ、かけろうさん連投、ナイスオカスパです。ありがとうございます。ナイスオカスパ。いや、10連サンデーコイン、トリプルゼータが出るかもよ。工藤大きい赤いで、 Z ランクで、なるほどね。極土まで入ってる。で、 SS もいると。連投スパチャありがとうございます。ナイスオカスパ。そして S ランク、S ランクの A ランクまでいるの？ A ランクまでいるのか。で、B ランクもいるのか。全部じゃん。全部じゃん。いや、B ランク無理や。で、スキル書、秘伝書、ナイスです。了解です。ありがとうございます。オカスパ、ありがとうございます。で、確率の方かな。あとは、ちょっと確率を見ていきますかね。やっぱさすがに、コラボイベントはなかなかの激アツな感じかもしれない。はい、じゃあ、確率アップ見ていきたいと思います。まずはキャラクターですね。新キャラ。ガシャの方やな。トリプルゼータ。追加スキルがあるんだね。スキルが2つあると。一瞬で数えきれないほどは、これは、やってましたね、すでにね。で、スキルは自身の技ゲージが溜まった状態。そしてスキル2が必殺技を使った後に技ゲージが少し残ると。なるほど、いう感じでした。で、響き涼河、これもスキル2があるんだね。すべてのプニ消しボーナス玉、ちょっといまいち。で、デカプニが降ってくると、自分のね。で、2つ目が自身の技ゲージが溜まった状態。了解です。で、シャンプータップでデカプニ、自身のプニがつながりやすい。で、2つ目が自身のデカプニ消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まると。で、天童茜。天童茜が書いてないな。必殺技書いてない。特殊能力というのかな？あ、これは違うか。はい。ちょっと待ってよ。追加キャラ。新しい追加キャラ。こっちを見ていこうか。松田陣平。全消し&デカプに技ゲージを多く貯める。デカプに消すと自分の技ゲージが溜まる。スキルにはないんだね。
で、シャンプーはさっき言った、これも言った、高木、佐藤美和子。あ、高木って普通のやつがあるんだね。で、三種整理、デカプニケース、そのデカプニが降ってくる。で、佐藤刑事は、全消し&デカプニ技ゲージ。で、自分以外の妖怪が必殺技を使うと、自分の技ゲージがたまる。なるほど。少し残るか。HP 回復が少し残る。早乙女玄馬は、いまいちで、三橋は、これでと。で、出る歌者としては、トリプルフェイス、アムロトールはガーシャ、松田陣平は裏マップ、高木刑事はおはじきの10回で倒してゲット。で、佐藤刑事はコラボガシャ、シャンプーコラボガシャ、響きコラボガシャ、茜コラボガシャ、Y ポイント交換、三橋はコラボガシャということで、1、2、3、4、5、6と6体ですね。ガシャにラインナップされております。はい。なるほどね。あと見ておかなきゃいけないところとしては、これかな？ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークキャンペーン、超ニャンボコイン購入がお得に買えるよ。お得に買えるよ？どういうことだ？安くなってんの？あ、1回だけニャンボコインを2枚購入、610円で2枚買える。へぇ。へぇ。そして、選べるコインがまた来ましたね。ダブルゼータ選べるコイン。スキルの秘伝書とのお得なセットもあるよ。いや、けど俺、多分ダブルゼータ全部持ってんだよな。持ってんだよな。ちょっといまいちだな。そうなると。あー、持ってんね。持ってんね。いや、このためにちょっと買うのはないな。あー、かげろうさん、またおかすぱ、ありがとうございます。という感じかな。目指せトリプルゼータコイン。極円魔。トリプルゼータは極円魔だけなんだね。それ以外はいまいちか。なるほど。わかりました。じゃあ、とりあえず新イベントマップ行きたいと思います。動かない。そして、コナン君。コナン君先にゲットしておかないとね、いなくなっちゃうから。あ、違う。あ、間違えた、間違えた。まあいいや。まあいいや。間違えちゃった。はい。B ランクコナン君。限界突破7。はい、さあ、見ましょう。いつも通りのサンデーコラボステージ。いつも通りですね。はい。さあ、それでは。さあ。どんな感じ？ちょっと少ないね。情報がね。はい。では、ガシャの方、お待たせしました。ガシャの方、やっていきたいと思います。特にないね、あとはね。ワイポイントセール。はい、大丈夫。ガシャの確率、こっちちゃう。こっち。さあ、見ていく。0.6、0.4、0.7、1.0。確率低。まずは200連やっていきたいと思います。まずは200連。いきます !10 連目。いくぞ、初っぱなから。きた。虹確定、とりあえず1体確定、ありがとう。さあ誰だ、さあ誰だ、さあ誰だ。あかねじゃない、シャンプーか。シャンプーありがとう、ナイス。よっしゃ、出だし順調です。ありがとうございます。確率低いよね、 0.4 でしょ。 0.4 を先に当てるの一番確率低いんじゃねえのこれって。マジか。さあ20連目いくぜ、来い。まずは金、ありがとう。絶望の赤じゃないだけまだマシです。さあだよね、はい、昭和の昭和の。さあ20連目は爆死、秘伝書選球。30連目、
えぐっ。おお、虹出るね、虹。シャンプーあげた方がいい。本当？お、止まった。さあ2体目。シャンプーあげた方がいいの？了解。三橋。まあこれは 1% だったっけ？ 1.2 だったっけ？シャンプーあげた方がいいですか？じゃあちょっとシャンプーあげるわ。これで、いやー、かぶっていく！かぶったわ。遅い。遅い。もったいね。マジか。マジか。マジか。もったいないことした。もう、ちゃんと見とけ、お前って感じだな。じゃああげるわ。うわー、もったいねえことした。さあ、やっていきたいと思います。こっち行っちゃう。あ、何連回したか。あ、けど27万まで。郵便って何受け取ることがある？このワイポイントぐらいしかもらえないけど、この間のてか、なんだっけ、お礼ボックス開けてないんで。さあ行く。もう何連か忘れちゃったけど、とりあえず27万まで行く。さあ、経験値玉をね、多分ね、全部にレベル上げすれば埋まらないんですよね、今回。レベル上げに時間かかるけど。金2個。いやー、こっから厳しいかな。こっから厳しいか。あーっと、怪盗キット。秘伝書、いいね。秘伝書の出はいいね。さあ行く。来い、頼む。ああ、絶望の赤、とうとう来た。絶望の赤はあかん、あかん。くー、ああ、2連続。2連続。ひどひどいよ、絶望の赤。あかんて、そこは。かげろうさん、ありがとうございます。ナイスオカスパー。神引き祈願来い。蘭姉ちゃん、三橋からの、なんだよそれ。くー、あー、やっぱ厳しいね。初日ガシャって本当に厳しいよね。確率低いところ行くからな。いや、虹来てくれないとなんかもう出ない気がする。まずは虹。なんか虹頼みだな、完全に。さあお願いします。オッケー。さあ虹かぶるなよ、かぶるなよ。虹1個来い。よし、止まった。さあ誰誰誰誰誰誰。ああ、あかねえな。まあ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 、あかねえだよな。オッケー。まあとりあえずね、とりあえずオッケーオッケー。チャンネル登録ありがとうございます。くまちゃさん、チャンネル登録ありがとうございます。オッケー。かぶらないだけまだマシです。はい、とりあえず、とりあえず。さあお願いします。そろそろもう残りトリプルゼータだけだよとか。おお、シャンプー出るな。なんでシャンプー出んの、こんなに。なんで、ちょっとシャンプー引く。なんで。もったいな、もったいな、いろいろもったいな。いや、ばらけて、ばらけてくんねえかな。いや、もったいね、ばらけて。ちょっと来たー。いやーシャンプー突ったよ。本当は2突いけたけど失敗しちゃったね。さあ来い。いや、マジで虹が来ないとね、もうなんか当たる気しない。
あね、金から来る気配がゼロだな。さあ頼む。もう100連はもういってる。120連目かな、これで。あー、厳しい厳しい厳しい戦いがここにはあるよ。あー、ただシャンプーと茜と三橋3体、今のところあと3体。秘伝書か、秘伝書金からやめてほしいな。秘伝書は赤からにしてほしい。さあお願いします。虹来ない、虹が来ない。ウィスプー、残念。チャンネル登録ありがとうございます。モカさん、チャンネル登録センキューです。お願い、そろ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 、ちょっとそろそろさ、そろそろなんだよ。いや秘伝書かい、秘伝書2冊ありがとうなんだけど、なんだけど違うのよ、そこは。あれもう200連いっちゃうじゃん。あ、もう200連終わるじゃん俺。あ、止まった。え、誰、オッケー、オッケー、ナイス。はい、ここで引いていく。オッケー、オッケー、オッケー、オッケーよ。いいじゃないの。秘伝書2冊、秘伝書も多いな。さあ、あと2体、あと2体が響きと、響きと佐藤美和子ですね。 0.4 と 0.7、 いやさすがに 0.4 と 0.7 きっちいけど、あと20連かな、あと20連、これ含めてあと20連でまず200連なんで、一旦これでストップっすかね。あー、来た、やば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 、止まれ止まれ、かげろうさんナイスおかすぱ。さあ止まれ止まれ、え、どっち、え、響き、いや違う、アムロが、あ、突んの忘れてた、あ、やっちった、やっちった、忘れてた、油断してた、油断してた、わあ、やっちったー、やー、やっちったー、シャンプーと一緒。さすがにもうあと1回回すんですけど、さすがにもうかぶんないと思うけど、やっておく、かぶらんと思うけどやっておくわ。やっちったやっちった、何してんのもう。さ、ラスト10連どうせかぶんないと思うけどね、かぶんないと思うけどやる、とりあえずマックスにしとく。いやーマジか、何してんのバカ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 、お前バカ。気を取り直して、気を取り直して、ラスト10連ラスト10連響きと佐藤さん、響きと佐藤さんお願いします。おう、やべえ、くんじゃねえの。あー、けどコンプはなかったな。あー違う、そっちかい、そっちかい、なんだよ、なんか盛り上がんねえなそっちかい。はい、ということでまずは200連、とりあえず200連は終えましたということで、あと佐藤刑事と響き涼河に関してはちょっとそれぞれの変化球マジで変化球、それぞれの確率アップでちょっとね狙っていきたいと思います。はい、いやーちょっと俺マジでミスったな、そうミスってんな、
ということで、とりあえず三橋からいきたいと思います。おはじきバトル、早乙女現場とのダメージでしょ、で裏マップね、はい、で早乙女現場でのおはじきバトルでしょ、で高木刑事でシャンプーでいける、で高木刑事でいける。あ、これでもうとりあえずあれだな、イベントはなんとかいける感じだね、これでね。いや580連も回したの。いや皆さんガシャの結果いかがでしたでしょうか。あのなんとか、まあ、イベントはクリアできそうな感じには以上なりましたかね。まあ、ちょっと特攻キャラがいないところもあるので、倒すのはちょっと苦戦するところもあるかもしれないけれども、とりあえず200連でなんとか無事4体、ゲットすることができました。ちょっとな、失敗したな、秘伝書、あーもったいないけど、まあ、とりあえずこれでイベントマップはこれで進めていきたいと思います。この後もイベントマップを進めるのにね、ライブ配信はずっとやっていきますんで、ぜひチャンネルはこのままで皆さん一緒に周回やっていきましょう。